クネネッチはブルーホースでございます。ということで、ムジラの仮面パート2続きやってまいりましょう。ちょっと待ってね。このお兄ちゃんがね、月の涙をおかんへのお土産が欲しいピッつってるんで、おい、よいしょっと、よいしょ、チャラ、チラ、しずくし、ちょっと、知ってくれて、ゆずる。ありがとう、欲しい。月の涙を私、チロケン賞をもらった。え、こっち。イカちゃん、大昔から宝石とか怪しく輝く石に目がないっぴ。怪しく？それはあの怪しいなのか、それともなんか生めかしいみたいな、そういう意味なのかな。はい。どっちか気にしまう。デカラツたちの間で引っ張るくらい。お前なら知ってるっぴ。いらなくなったらここなら俺がっぴ。それじゃあ。いいなぁ。俺もなんかこう、自家製で回る、そのプロペラ欲しいんだけど。どうやったら手に入るんだろうな。バッパカ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 バッパ。ずるいっぴー！俺もそれ欲しいっぴー！ということなんですけど、まあ、とりあえずね、誰だっけ、ココナッツじゃなくて、デクナッツの姿にされてしまいましたので、ひょい、トゥットクルット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 ということで、くる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 、あ、ちょ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 、入って入って入って、なんか、前回のラストパートくらいから、なんかラストシーンくらいから、なんか急に難しくなってるんだけど、あれなんでな。つくるつつつつつつつくるつつつつつつつくるつつつつつつつ、ほい、降りてって、バイトくん、仕事しろよ、バイトくん、お花ビロビロ、バイトくん。また、でかくなってる。まずいな。どうしたの、アルギニストルリンでも飲んだの、ポッキドリンクか。石抜き野郎集まるか、メザルもありがてくれって、めっちゃ、あれじゃん、大工やりたい人になってるじゃん。大丈夫かな。ということで、どうしよっかな、マジでね。残り時間を、まあ、果たしてこう潰すか、あれかな、お話しても聞きに行った方がいいのかな、ねえ。お兄ちゃん、なんや、なんか妖怪な。お金預けに来ましたで。ああ、ブルーホースさん。こいつでもさ、預けるだけ預けてなんだろう、なんか運用でも回してんのかな、うん、よくわかんないけどね。おおきにおおきに47ルピーや。またガッポル持ってきてや。うん。邪魔しないで。俺あなたのお股が見たいだけですよ、本当に。お股とお尻とおっぱい見たいだけですよ。さ、そんなくだらないことを言ってないで。じゃあ、鍋かま邸に行きましょう。鍋かま邸に侵入してお話を聞いて、時間をどんどん飛ばしましょう。これあるの？豆腐？あれ？あ、出た。1P。金はあればあるだけ問題ないですからね。ちゃっちゃパパパピー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 プクプー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 ポポヨン。発射準備オーライ。トーダス。松本、お話が聞きたいでございます。カンコン、カンコン、カンコン。ということで、鍋かま邸。チュッチュルペペピー、トゥーテッテチュ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 、邪魔します、デイデイ、テテケテッテ。トランプしてる。ちょっと、少しは手加減してよ、意地悪ね。ダメよ、赤。甘えぼさんね。次は私の番よ。いやね、でも、ごにゃ、あの、すってき。朝までまだあるわ。いやか。今夜寝かさないわよ。まあ、30分で朝なんだよな。もう虫がめり込んでいった壁に、まあ、そんなことは気にしないで、ああ、どんどんあれだね、画面が小さくなっていく。その前におばあちゃんに会いに行こう。カンコン、カンコン、キーコーキーコー。わあ、やばい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 。アンジュさん、次の日の朝。顔がうるせえ。開きまーす。ちゃっ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 ちゃ。なんかどこにでもあるんだよな。よし。おや、トータス。父ちゃんの手伝いは済んだのかい？じゃあ今日も母ちゃんがお話を読んであげよう。さあ、どの話にしよう。4人の巨人の話。4人の巨人。これはかなり長いけど、ためになるお話だから力いっぱい読むからね。4人の巨人。民が今のように4階に分かれず共に暮らしていた昔の話。その頃は4人の巨人たちも民と共に暮らしていた。ある日、収穫を祝う祭りの日、巨人たちは民に言った。我らは眠りながら民を守ることにした。東に100歩、西に100歩、北に100歩、南に100歩。
ことあれば大きな声で呼べ。たとえ山の雪に閉ざされようと、たとえ海原に飲み込まれようと、叫びは届くだろう。うんぬんかんぬん。おやおや、お目覚めかい。やっぱりこの話は到達には難しかったかに。これにこれずまた挑戦しようね。最後の朝になっちゃいましたと。イエーイ。お姉ちゃんいる？あ、いや、お母さんに変わってる。ごめんなさいね。夕方に私も避難するんです。お客様逃げた方がいいですよ。明日朝に落ちるらしいですからね。何が落ちるんだろうね。あんなキャラいたっけ？時のオカリナの時に。もうちょっと覚えてないんだよな。あ、いないな。ここ入れる？お邪魔しまうが、従業員室。他人の部屋の使って、あんた最低ね。ここはいいのかよ。昼間って誰がいるんだっけ？なんかすげえふわ、ああ、そういうことか。おはよう。ちょっと待って、マジでお前チャットボットか。はあ、チャットいたわ。俺の相方の名前チャットだったわ。ねえ、この頃にチャットなんて言葉多分ね、そんなに流行ってなかっただろうからな。うん。まあ、ということで、やれるだけのですね、ルピーは貯めていきたかったけど、ルピーが出てこない。3日目になったらあれだったっけ？こいつ登って、なんかあの上に宝箱とかなんかそんなのがあるんじゃなかったですか？くる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 くやっぱあれからフックショットを手に入れて、だって今最短で行ったでしょ、普通に。よいしょ、もっかい。よいしょ。はっしゃー、ちょ、最短で進んでくよ。つ、無理登れない、降りれない。無理だな。なに。もう何回もお前もチャット、やっぱお前チャットボットじゃねえか、この野郎。言って。くそ。パパパパなんか心なしか音楽がすごく早く聞こえる気がする。あれなんかこれ宝箱2箇所ある？これあそこともう1箇所あれ、こっちにもある。じゃあこっちか。ここにもあるのか宝箱。ああ、うん、そういうこと。ちょっとよくわかんないですね。あ、でも多分、記憶だと、あそこに50ルピーだか銀のルピーだとかなんかあった気がするんだよな。さてと、まあ、あと12時間時間を潰さなきゃいけないことで、なんか急にふわふわ飛んでやがる、あいつ。親方、さらに35歳のおっさんが、妖精だとか言って抜かして怖いよ。あ、ダメよ。そんな、見ちゃダメよ。何々。あれは危ない人なの。うえーとちょっとなんだけどなー。これ登れないんだっけ？ゴロンでうまく登らなきゃいけないか、そういう人だったっけ？まあ、ここでなんか戦わせてみよう。はぁ、ちょっとでも逃げてるよな、こいつら多分な。いなくなってるー。蝶々はどうしてる？まだ戦ってんのか、早く逃げろよ、お前ら。すでにほとんどの住人は自主的に避難をしました。蝶々の指示を待ちきれずにね。残るは公務員と聴衆だけ。蝶々、並びにカーニバル実行委員にお願いします。町にいるすべてのシャチに避難勧告を出してください。まあ腰抜けたまめ本気で月が落ちてくるって言ってやるのか。おかしな手間を信じて慌てた住人がパニックを起こし逃げただけだ。徴兵やパニックを防げなかった町のさっつとこそ危険だぞ。事態の把握だと。カーニバルの中止こそあってはならない事態だ。そうですな、町長。まあ本気で言っているのか、武藤。貴様の目にはあの不気味な岩の塊が入らないようだな。そりゃ痛いも大きいし、毎年今頃なら環境下でごった返している時期だ。それがどうだ、町はガラガラだ。カーニバルの運営を守るのは確かにお前の仕事だ。だが人あってのカーニバルだろ。商人や徴兵を巻き込むのはやめてもらおう。徴兵が逃げたければ逃げろ。我々聴衆はイニシアのしきたりにしきたい。しかーにバルを成功させるわい。町を捨てる時系なんだと聞いたことないな、バイセンよ。アロマ奥様もそうおっしゃってるでしょうな、ドトール町長。嫁さんの話はやめようよ。
全員避難だ。カーニバル続行で。楽しかったみんな。奥さん何してんだっけ今。最後の夜はあれだよね、あのバーのマスターと不倫して浮気してんだっけ。いるっけ今。いないね。すごいご立派なお家ですね。やっぱり町長だけあるよね。私腹を肥やしているって。多分あんなね、頼れない感じで、ああ、うん、とか言ってるけど、多分ね、すーごい蓄えてるよ、多分。裏がね。なんだ?カーフィーの日記。もうすぐだ。結婚式だ。少し気が早いけど、式に使う婚礼の面が完成した。暗示はもう作ったのかな?のんびり屋だからまだだろう。今夜はミルクバーで男友達だけの集まりがある。婚礼の面を見せびらかして、精一杯のろけ話を聞いてもらう予定。青春爆発じゃん!ブンブン!ところが、ね、そのバーに行った帰りにですね、高2に子供の姿にされてしまって、真実はいつ一つっつってね、未だに20年、30年ずっと殺人犯と戦っているっていう状態になってるんですよね。かわいそうにドンマイだよねな。これ何?チェック!キャン!バス!特集!ダメン手帳のおさらい!これで君もマスターだ。悩める人を探し話をしよう。手帳には悩める人の記録がスケジュール表になって書き込まれるぞ。縦が人物、横が時間、多いわ。悩みを聞ける時間帯、その時間に何かが起こっている。約束がお使いをするとびっくりマークがつくぞ。約束の内容を確かめよう。失敗してもう一度ダーニン手帳を開いて悩みを確かめ、めげずに再チャレンジだ。悩みを解決してお礼をもらったらバーの上に書き込む。その人の悩みを全て解決したら幸せ勲章シールが貼られるぞ。全ての主張を幸せにしよう。すげえいいやつじゃん。ボンバーズが一番のあれなんじゃねえか?ねえ、もう要なんじゃねえか?入れるんかーい。よいしょ。ほい、大胆。あれ?あれ?あ、マスター逃げたの?これ。そういうこと。まあいいけどさ。チュ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 コパキティピティコマキトパタキパレポピッテトゥーン。おいしい。コーヒーがおいしいよ。なんかすげえゴーンとかって。こいつとどうやって、あのドンケイロ様だっけ?ドンケイロ様になるのと喋れないんだっけ?ガーワオワオワオ。チェック。ご用の方はベルを鳴らしてください。カイーン。誰も開かへんのかーい。ウィーン。ちょっとでもこれさすがに攻略本とか読んでいかないとあれかな、鍵がかかっている。攻略本っていうか攻略サイトとかを見ていかないと一体何が起こっているのかとかっていうのは多分把握しきれないだろうからな。ルルルルルル。おお、ドンケツ。めちゃ悪い。おいらもう逃げろ。おめえよ。武藤のこと裏切んのかよ。まさかのボス裏切るやつここにおったわ。すげえ静かになってきた。あっ、超びっくり。なんやないかよか。ようがあるからあなたに話しかけてるんですよ。47ルピーまた預けてくれるっちゅんかいな。で、あーしゃあない、8ルピー預けたるわ。なんやちょっぴりやな。まあええやろ。これであんちゃんから預かったのは全部で55ルピーや。またがっぽり稼いで預けてや。腹立つなこいつ。なんやちょっぴりやと。お前自分で稼いでこないで、あそこでなんかさ、土下座します、土下座します、焼き土下座しますずっとやってるだけのやつのくせにさ、腹立つよね。腹立ちんこだよね本当に。よしこっち。あと何かできることって本当にないよね多分ね。もう3日目になっちゃったからさ、てかもう初日でこいつのミニゲームをできなかったりしてでも終わりなんだよな。最後の準備。もう逃げたのかな。まあいいけどさ、結局最終的に命令ってどうしたのかな。まあゲームオーバーになりゃそれで終わりなんだけど。チュ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 。全部壊したけど何も出てこないっつ。しゃあない。じゃあもうここであれかな、ひたすら時間になるまでルピー集めかな。毎回ルピー集まるもんね、ここでね。チュチュン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 、地震祭地震祭。お門落ちがいいの。あれあれあれ、あった。チャカ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 。そんなことばっかりやってる実況なんか誰も見たくないっていう話だもんな。もうそれが、ね、こんなねしょぼいことがなかったらただのおっさんが叫んでるだけの実況プレイになっちゃうもんね。ということで、じゃあちょっとドキドキになっているこの人たちを見てみましょう。仕事守りです。
デクラッツの僕、待ちなさい。町から早く逃がしてあげたいけど、町のどっかで親が君を探してるんじゃないのか。このまま返しても迷子になるだけだから、ここで待っておいた方がいい。逃がしてくれ。親はもう死んだんです。ママはもう力尽きたんです。パパの存在は知りません。まあ、詳細は時のオカリナで全て語られている真実がありますんでね。デクラ坊主、ヤグラからあの塔の登り口に橋がかかるの待ってるのかい。すまねえな、弟子がビルって逃げやがってよ。ヤグラはまだ来ないつまよ。まったく、塔のてっぺんまで登りたくても登り口にいつら行きやしねえぜ。仙台に申し訳ねえ、あんな月黒で逃げ出しが上がるとはよ。まあ、落ちてきたら本当に死ぬんだけど大丈夫君。よし、チェック。安全の保証、あなたの財産を必ず守ります。クロックタウン銀行、あれ銀行だっけ。あいつ完全にオープンスタイルな銀行さんだよね。まあ、とりあえず16ルピーだけ預けたらもう終わりにしましょうかね。なんやなんや、えらいな。あんたも早く逃げんで大丈夫なのか。だったら目が見えないやつって怪しいんだよな、ほんとにな。チュッ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 、まあまあまあ、おきり、71ルピーや。またがっぽり稼いで預けに来や。この短時間で何回そいつのセリフを見させてしまったことかっていう話だよね。これ、ほんとに届かないのかな。やっぱりだからフックショットでブチュッといかなきゃいけないってことなのかな。発射、ツツ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 ツ。月が落ちてくるのに耐えきれない。ああ、まあ、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家は何何何。徴兵団員募集、正義と平和を我々と守ろう、人事体操。あいつじゃあ隊長というよりはあれなんだ、ただの人事担当だったんだね。なんだどこにでもの人事担当じゃないですか。オッケー、よし。じゃあ、そろそろお時間が来そうなので、登っておきましょうかね。あーわ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 ー。よし、じゃあ行きましょう。シュル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 。ほっ。んぱっ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 ぱ。黒猫ヤマトが使うのはシャクシー。いや、お届けし物しなさい。ということで、ジョーリーシーフィーバーフルー。ドゥン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 。ハンド回復。少しだよ、ほら上にいるみたいよ。しゃあないな、もうここまで引っ張って実況見てくださってる皆さんのためにも早く進むことにしちゃおうと思います。はい。荘厳な雰囲気を出すのちゅう。なんか喋れ姉ちゃん。あとねえね、もう私探しておるよ。ねえねえ、セルキッド、あんたの被っている仮面もう返してあげたら。ねえ、ちょっと聞いてる。沼、山、海、谷にいる4人の人たち、ここに連れてきて。てめえ、この野郎ぶっ飛ばすぞ。もうぶっ飛ばしたけど。余計なこと言うな、バカ妖精。ああ、出てねえからかもしれないよ。セルキッド、あんたそれでも友達でな。まあいいや、今さらあいつらが来てもオイラにかなうわけないさ。上を見な。止めれるもんなら止めてみろ。見上げてごらん、夜の星海岸、お目目パッチリ、カラコンもバッチリ、キラッと光るぜ。お目目が垂れているぞ、デクナッツ、もっとシャケット新シャイヤー。さあ5分以内にワイヤーフューパチン。あー、シャボン玉当てられたくらいであれなんだよな。どんだけカッチカチのシャボン玉なんだろうな。
チーム攻撃してくる、こいつ。ただ見つめてるだけ。目と目が合う瞬間、アタック拾えよ。なんかアクション起こせよ。チョロチョロチョー、時の狩りの奪い返した。ゼルダ姫から預かったら思い出の楽器。シーにせ、そしてオカリナを構え、4つのシーで、ゼルダとの思い出が今よみがえる。あなたはもう、このハイラルから旅立ってしまうのですね。出演時間1分の女。ほんと短い時でも、このハイラルであなたと共に過ごした日のことは、決して忘れません。そしてまたいつの日か、あなたと出会える日が来ると私は信じています。その時が来るまで、あなたにこれを。いいのかな、王家の秘宝をさすらいの旅人に渡してしまって。あなたの旅が無事であるよう、祈っています。もし、何か起こったら、この歌を思い出して。あなたと出会った思い出の歌を。まあ、確かにな。ゼルダ姫から直接教えてもらったのはこの時の歌ですからね。ゼルダの子守歌、あくまでインパ様に教えていただいたやつだからね。まあ、思い出の歌って言ったらこっちになるのかなと思うけどな。俺にとってはゼルダの子守歌の方が好きなんだけどな。間違えたし。まあ、時の歌っていう名前、なくらいだからね。まあ、この時、歌で3日前に戻れなかった意味ないもんな。パーパーパー。時の歌を思い出した。記憶の片隅に残るこのメロディ、ゼルダ姫との思い出の曲。お尻に穴が開いてるわ。時の女神はあなたを守っています。時の歌を奏でればあなたの力になるでしょう。何ぼーっとしてんのよ。何思い出にふけてるのよ。しっかりしてよ。あんたなんかお金なんか取り返したって何の意味も役に立たないわ。ああ神様、時の女神様は誰でもいいからお願い、時間を止めて。ただのヒステリック野郎みたいな感じだったけどね。あ、一応食らってるのこれ。攻撃してこない優しさがあるよねあいつにね。ということなので、じゃあ早速吹いてみましょう。ラッパッパーのパーラッパラッパラッパのパンツのカッパ寿司。その武器、いつの間に。あ、いや、不幸ぜ。遠くまで音量を聞いたが、しかし何も起こらなかった。そらそうだよな。はい。いつ覚えたんだその歌はってね。基本的には時の逆さ歌を歌ってやろうかなと思うんですけど、まあまあ、遊んでないで。パー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 、三日前に戻るよさよなら。セーブして最初の朝に戻りますかっていう、セーブしてっていうのがもうメタ発言なんだよな。これは一体何の図なんだって。これが結構シリアなところだよね。集めたアイテムがね、ほぼほぼなくなるっていうね、数、数量があるやつに関してはですね。はい。パカラあ、パカラあ、パカラパカラパカラやって、グエッチ。俺の顔が、タコみたいになってる。おじさんだーれ。最初の朝、あと72 hours。 うえうえ、ちょっと待って、よ。我ら一体、なんて、あれ？俺たち、私たち、時間戻る？トゥル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 。一体何者？さっきの曲といい、取り返して楽器といい。勇者です。楽器？そう、今日楽器。お土産があんたが取られた大数も取り返したら元に戻してくれるってすっかり忘れてた。めっちゃがっつり覚えてます。今から向かっていきますです。ということでオープンささみ。パー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 。何のこの鬼かな。ごめん、もう一回やっていい？
あの子鬼からあなたの大切なもの取り返せましたか？見るとあなたとてもちっちゃないですか。ではどうぞ私の奏でる曲を吹いて覚えてください。首の角度とピアノのデカさ、そしてそれどこに仕込んでたのよマジで。そしてこれだけ立派なパイプオルガンを使っているのに3音しか使わないというくっそもったいないことしてる。ということでいきましょう。で、周りがハートっていうのが面白いよね。思い出し、そういえば俺はデクナッツじゃなくてギリギリ人間だったんだ。さよならさよなら、もうすぐ外は白い冬冬。お前誰って、アイアム勇者。お面に変わっちゃいました。この歌は着な魔力や浮かばぬ魂を癒し仮面に変える曲。この先きっとお役に立つと思います。そうそう、記念にこの仮面も差し上げます。安心してください、魔力は仮面に封じ込めました。かぶると先ほどの姿に乗り移れますが、外せば元に戻ります。あ、元の姿に戻ります。パラパパー、銀のゴマドイ。デクナッツの仮面を記念にもらった。 C でかぶれば D、 いやー D ってちょっと何それ。 D スタートボタンを押しましょう。ファッションショー。これであなたとの約束は果たしましたよ。では約束のものをこちらへ。まさかあなた私の仮面を取り返していないとか。なんてことをしてくれたんだ。あの仮面を野放しにしていたら大変なことになる。実は私の盗まれたあの仮面、ムジュラの仮面といって、太古のとある民族が呪いの儀式に使っていたとされる伝説の呪物なんです。その仮面をかぶった者には、ジャークで凄まじい力が宿ると言い伝えられています。伝説では、ムジラの仮面がもたらす災いがあまりの大きさに、それこそが先人たちが仮面を悪用されないように、錆を封じ込めたと言います。なんでお面に言った？その力がどんな力なのか、伝説に記されたその民族が滅びた今では分かりません。しかし、私は感じます。披露して手に入れた伝説の仮面、あれを手にした時感じた身の毛もよだつ、まがまがしい力。あれが今、あの氷の手にある。お願いです。早くあの仮面を取り返すなと、でもないことが起きます。はいです。だから聞いてきて。そうですか、やっていただけますか。そう言っていただけると確信しておりました。大丈夫、あなたならきっとできます。自分の力を信じなさい、信じなさい。自分の力稼い、はあ、疲れた。いや、真剣に疲れた。はい。ということでね、はい、ちょっと無事に子供に戻る、子供できるというか、人間の姿に戻ることができましたので、一旦ここでね、終了とさせていただけたらというふうに思います。ということで、次回から、しっかりとストーリーを進めていく、形で進めていこうというふうに思いますので、進めろ2回言っちゃったね。はい。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、そして皆さんのムーシュラの思い出をぜひコメント欄に残していただいてですね、応援していただけたら幸いです。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。